スタジオパークからこんにちはは、1995年3月22日から2017年3月17日まで NHK 総合テレビジョンで平日午後に放送されていたトーク情報バラエティ番組。基本的には生放送の番組で NHK スタジオパーク内の CT-450 スタジオから毎週月曜日から金曜日まで公開生放送を行っていた。 NHK と NHK エンタープライズ共同制作番組で、この他に J クリップ、アズマックスなど外部制作会社が一社ずつ各界の制作協力として加わっていた。トークが基本路線で NHK で放送中あるいは放送予定の番組の出演人物をゲストとして招くという番組宣伝の要素もあるが、ここが聞きたいや、私スタイルのコーナーでは、 番組宣伝から離れたトークが中心であった。略称は、スタッパから、こんにちは、ないしは単に、スタッパである。通算放送回数は3667回、出演ゲストは延べ2268人に上る。NHK ワールドプレミアムでも、時差で放送する。テレビデジタル化に伴いアナログ放送及び、NHK ワールドプレミアムでは2010年1月から、 フルレターボックス放送に行こうまた、アナログ放送では、開始から5秒ほど経ってから、画面下にロールスーパーで、アナログ放送終了告知のテロップが流されている。このテロップが流されている間は、画面右上のアナログのウォーターマークが一時消去されていた。休止となるケースは、以下の場合、12013年3月11日は、 震災から2年特集明日へ支え合おうの第2部の放送のため番組自体休止となっている。に2014年9月9日は当初放送予定だったが全米オープン男子シングルスで西小利啓が決勝に進出したことに伴う録画中継のため番組自体休止となっている。放送当日に国会中継が組まれたり突発の重大事件、事故、政局が発生し、 臨時ニュースとなった場合は、番組は休止、放送中の場合は、中断になり、そのまま収録放送という形に切り替えて進行し、後日の代替放送には、事前に収録した VTR を流すという形を取る場合もある。また、全国高等学校野球選手権大会の地方、大会代表決定戦が集中する7月中、下旬や衆議院や参議院の選挙期間中に、 政権放送を行う地域で放送できないつぼねがあるため、類似の措置が取られることもある。元日は、スタジオパークからおめでとうとして、スタジオパークから5から6時間程度の公開性放送をするが、そのうちの午前のパートは、スタジオパークからこんにちはの、午後は、姉妹編の土曜スタジオパークの出演者が、進行役を務め、連続テレビ小説や大河ドラマ、 新春時代劇などに出演するタレントを迎えて展開していたが、2010年は午前中に別の特番が組まれたため、午後の部のみ、2011年以降も別の特番の編成の都合で元日特番は一切せずに、それぞれ前年12月31日のスタジオパーク大晦日スペシャルで振り返りとなり、スタパからこんにちはのキャスター、出演者は登場しなかった。 NHK スタジオパークオープン初日の1995年3月22日、及び23日に、プレ放送として14時5分15時枠で放送し、同年4月6日から正式スタートした。番組開始からしばらくは、視聴率は1から2%と低迷していた。しかし、視聴率も平日は4から5%まで上昇し、祝日に放送された時は8%を超えたことも、あった。 さらに、ホリオ時代末期はゲストによっては7から8%まで上がり、同局の看板番組にまで成長した。しかし一時は平均5%は確保していたものが、ホリオ番後は2から3%台と低迷。試行錯誤を繰り返すも、視聴率面では低迷を続けてきた。第1期で男性アナウンサーのホリオがメイン司会を務めた後、第2期第6期までは、 女性アナウンサーがメイン司会となり、男性アナウンサーがアシスタントを務めていた。第4期以降、年度途中での司会交代が頻発した。第7期からは再び男性アナウンサーがメイン司会を務めるようになった。平日13時代のトーク番組としては、鉄子の部屋やライオンのご機嫌用とともに同時間帯でしのぎを削ってきた。しかし、二千十四年四月に鉄子の部屋が、 小5枠へ移動し、2016年3月にはご期限用も終了したことから、それ以後は13時代で唯一の帯トーク番組となっていた。2017年3月17日をもって番組は終了し、約22年、全3667回にわたる放送の歴史に幕を下ろした。新年度からの後継番組として、平日13時代から生放送の 大型情報番組、午後生が開始された。なお、兄弟番組である、土曜スタジオパークは継続。また、当番組で使っていた、NHK スタジオパーク内の CT-450 スタジオは2017年4月から2018年3月に、4時も、渋5時で使用された。以下は2016年4月現在のもの、オープニングスタジオパーク内の映像に切り替わって、 司会者が挨拶した後にゲストが紹介されながらオープニングトークに加わる。オープニングではゲストへの質問、メッセージも募集する。スタジオにゲストが入っていくところを背景にオープニングロゴ表示。ただし、高校野球の延期など当初生放送が予定されつつ、休止となった場合などに、取って出しでの収録を行い、その際事前にファックスメールを募集することも稀にある。 ゲスト紹介 VTR ゲスト、司会者がスタジオの席に着くまでの間、オープニングテーマを流しながら、ゲスト紹介 VTR が流れる。スタジオパーク回収前までは、ゲスト紹介 VTR の間に花道を通って、スタジオに入っていた。オフタイムエンディング視聴者からの質問に答える、コーナーがある。また、最後は視聴者からゲストへの、メッセージメールファックス紹介で終わる。 2014年度からは、当番組の主目的である番組宣伝の一環として、この後に放送される予定の総合テレビの番組について、新聞の番組表を使い紹介し、そこから一つピックアップして伊藤が告知するコーナーもある。14時台ニュースの後、司会者の挨拶に続いて、各地の NHK 放送局がその地域向けに放送した地域情報番組を全国放送。 これは2015年度まで平日15時台に放送されていたローカル直送便の流れを引き継ぐ形となっている。エンディングでは司会者が総合テレビでその日の夜に放送予定の番組内容を新聞のテレビ欄風のセットで紹介する。一般視聴者スタジオ見学は開始当初から2011年のリニューアル、工事前までは当日スタジオパークの入場客が 先着順に整理券をもらって入場する方式だったが、リニューアル工事期間の全面負荷を挟んで、リニューアル工事完了後は原則として、スタジオ内での着席見学はできず、スタジオの外の窓越しでの見学だった。2014年から、スタジオ内着席見学が復活したが、着席見学を申し込むには事前に、インターネットからの応募が必要となった。ただし、応募できるのは、 NHK ネットクラブプレミアム会員に登録した視聴者のみで抽選により整理券を配布していた。整理券を持っていない人も従来通りスタジオの外から窓越し立ち見で見学はできた。休館となる日は一般視聴者がスタジオ見学できなかった。また国会中継や臨時のニュースなどにより急遽放送が休止となった場合はインタビューの収録は行うが スタジオ見学は着席、立ち見を含め不可だった。また放送休止決定と同時に、インタビューの収録自体も行わず、後日改めてゲストに出場してもらうというケースもあった。また、不定期で東京のスタジオを飛び出して、地方発で行うことがあった。暮らしの中のニュース解説ニュースの注目点を解説委員と共に分析するコーナー。この番組が、 放送開始される前に放映された15分のニュース解説番組ニュースの窓を事実上継承したもの。あくまでも最新のニュースについて解説するためゲストトーク部分が事前収録もしくはアンコール放送となる場合でもこのコーナーだけは必ず生放送で行われていた。2012年春よりニュース解説は新番組暮らし解説として時間帯を午前に移して新たにスタートした。 近田の特ダネ通常は、ゲストの出演番組の紹介となる、番組の見どころ、収録こぼれ話など、ここが聞きたい、私スタイルゲストの本音、プライベートについての話題などが展開される。その他いずれも日本標準時。基本的に、本放送のみで、定期枠での再放送は行われていない。1995年度は、女性陣は、以下の4人が、週替わりで担当。 1996年度は兵道が交番し他の3人が週替わり担当し、1997年度からは堀を貢献コンビで固定。上代行は男女の役割が入れ替わり、第6期の青山までは女性アナウンサーがメインを務めるようになった。NHK が広報用に制作した公式ポスターではうどを小川について昼顔と銘打っていた。 東日本大震災発生後2011年5月6日までの間、東北地方では震災関連のニュースと被災地からの声に差し替えて放送し、番組は一つの曜日をセレクトし、土曜スタジオパークを差し替えて放送していた。2012年1月25日は全豪オープンテニス男子シングルス準々決勝西コリケタイアンディマレーの生中継のため放送休止となった。 レギュラー司会者が男女同時に一新されるのは2006年度の有働、小川コンビ以来。また、今季より男女の役割が再び入れ替わり、男性アナウンサーがメイン司会を務めている。2013年度も男女キャスターが揃って入れ替わることになった。女性キャスターの米田渡郎は、関口以来13年ぶりとなる外部キャスターとして参加する。連続クイズホールドオン。 終了のため再び枠拡大。キャスターは男性の伊藤の未続投で女性はタレントが一人ずつ日替わりで担当。女性の担当順は決まっておらずランダムで出演する。当期からデータ放送を利用した視聴者へのクイズアンケートが始まった。第3期以来11年ぶりに二部制を復活。みんなの歌と NHK ニュースを除いた正味の放送時間は1時間39分で過去最大となる。キャスターは第9期のメンバーがそのまま続投の上で、ましもたかしが伊藤と交互に出演する形で追加された日本放送番組研究所2007年4月から2010年3月、遠藤と稲塚が研究所の所長に噴し、ゲストやその出演番組について1分間で紹介する。 コーナー。ただし、途中で音楽を止めることもあったので、実際には1分でないことも多かった。近田の特ダネ2010年4月から2012年3月、近田が自称ビンワンリポーターとして登場し、ゲストやその出演番組について紹介するコーナー。日本放送番組研究所とは異なり、時間制限はない。2011年9月、小川が大役として出演した際には、 単に、特ダネと表記されていた。特ダネハンター2013年4月正式なコーナー名ではないが、米田が特ダネハンターを少子ゲストのポイントを紹介する。2014年度もコーナーの形式は引き継がれている。1998年度のピカイチクラブに代わる金曜後半企画として1999年度から2003年度に放送されていたコーナー。スローガンは、 アナウンサーのアナウンサーによる視聴者のための番組。いずれも NHK アナウンサー。2001年度からはゲストトークの男性司会者が当コーナーの司会も兼務する形となった。各年度につき3名の女性タレントが集交代で同コーナーのアシスタント役として出演した。出演するゲストによっては肖像権の都合で ホームページ内やデータ放送に顔写真が紹介されないこともある。代表例としては国分大地などのジャニーズ事務所所属者や松本、甲子郎等がある。2012年4月現在まで番組内容を収録した VHS、DVD 等の公式映像ソフト作品は発売されていないが DVD、のっぽさんが選んだ完全保存版できるかなベスト3 0の特典映像に 高見栄がゲスト出演した1996年12月18日の放送回の一部が収録されている。聞き手は堀尾正明と遥か陽子。この他、連続テレビ小説の DVD の特典映像にも、ドラマの出演者がゲスト出演した回の映像の一部が収録されているものもある。ありがとうございます。